羽倉信也は、日本の銀行家。第一官業銀行頭取、第四十二大全国銀行協会会長、神社本庁理事。1990年訓一等随法省受賞。京都府生まれ。羽倉家の家系は千年前に進むことができ、先祖代々京都府市民稲り大社の社家であった。慶応義塾大学余科に進み、英文学を極め、1941年に、 同大経済学部卒業。同年4月、特殊銀行であった日本官業銀行入校。入校後は、学生時代に培った英語力を活かし、アメリカの金融制度の翻訳や調査、戦後は GHQ に提出する資料の作成に携わる。銀行員生活の大半を国際畑で過ごし、ニューヨーク支店長などを歴任。1968年に、 取締役丸の内支店長移植。1971年10月、第一官業銀行の発足によって、常務取締役大阪支店長移植。1976年副頭取踊り。1982年東取、当取に就任後、預金だけではなく、関連会社を含めた連結総資産残高を重視する方針を取り、顧客に資産運用のため、 様々な金融サービスを提供する施策が走行し、1984年の米金融専門誌、アメリカンバンカーの83年版世界の銀行番付で、第一貫銀の総資産残高を前年8位から一役トップに、預金残高を11位から2位にランクインさせた。また、預金と貸し出しの規模は日本最大であったものの、 経営効率の低さへの批判が強かったことを踏まえ、店舗網を維持しながら、オンライン化などでコスト削減を進め、1988年3月期決算において、第一関銀を経常利益と税引き後利益でトップへと導いた。1985年には、全銀協会長に就任し、自由化は変えらざるかはと賛成する一方、政府に地域金融機関への配慮を求めたほか、 郵便貯金の民業圧迫の批判を展開した。1988年6月に会長となり、宮崎国自副頭取が公認として昇格した。相談役となってから沖田三郎元外相から、再三にわたって口説かれ、1992年10月に、財団法人世界、自然保護基金日本委員会会長につき、日本委員会の発展に力を注ぐ。他に、 経済団体連合会常任理事、経済同友会幹事、日本経営者団体連盟常任理事、東京銀行協会理事、神社本庁理事、稲毛神社数計社会顧問等を歴任。1九9七年五月、第一管銀総会有利益共有事件の発覚におけると踊り、会長経験者の総大人の方針によって、相談役から退く。二千四年四月十二日、 85歳坊津。江戸時代の国学者、加田のあずままろ。加田の橋であり、羽倉は野号である。財界家計不対官 P918、今日の顔全銀協会長に就任する、第一官業銀行頭取、羽倉信也さん。読売新聞1985年4月23日、今日の顔世界一の銀行になった第一、官銀頭取、羽倉信也さん。 読売新聞1984年8月4日、AB、氷伝第一関銀元頭取、羽倉し也氏を痛む、自由化は帰らざるかは、読売新聞2004年4月14日、編集長インタビュー羽倉ら也さん、WWF 日本委員会会長、朝日新聞有刊1995年7月1日、第一官業銀行会長ら辞任へ、 東取も辞任調整総会や有志実験、朝日新聞1997年5月22日。ありがとうございます。